え、顔バレ、え、でもさ、俺ツアーズの顔見たけど、愛嬌あっていい顔じゃん。リクームみたいな顔して、俺よくない？あんなの別にさ、引退しなくていいと思うよ、俺。俺ツアーズが一番なんか、その声と顔合ってない？あれなんか、ね、声と顔合ってるよね。全然あんなのさ、恥ずべきあれじゃないよ。だってあれじゃん、なんかツアーズ別にアイドル売りしてないじゃん。アイドル売り。本名も顔バレて、俺だってバレてんじゃねえか、本名も顔もよ。変なわけわかんねえ、ゴミみてえなさ、やつにバラされてんじゃねえか。いいんだよ、別に。俺はだってみんなにバラしたのは俺だけど、その前にちゃんと特定されてんだもん。住んでるところまでも。ツアーズ声とかを一致してるよね。なんかさ、だから、あれした方がいいよ。別になんか開き直って やった方がいいと思う。見てねえ、アブの顔。ツアーズの顔だけ見てよ。ツアーズかリクームかわかんねえけど。送られてきたのか。あれわかんない、もしかしたらリクームだったのかもしれない。俺ツアーズの顔知らねえもん。だってリクームは知ってるけど。活躍金終わってる？おしっこの。もしかしたらリクームだったかもしれない。平日昼にやるなよ。お前見れてんじゃねえかよ。仕事中か？タイムシフト残すから見てな。どっちなんだろうね。俺でもあれやめなくていいと思うけどな。愛嬌のある顔だと思うけど。俺やめる必要ないと思うんだけどな。すげえ愛嬌のあるいい顔だと思うけどね。本当に。嘘じゃなくて。本当にそう思う。あの人は絶対やめないと、俺ね、絶対やめない方がいいと思う。あんなごときでやめない方が絶対いいと思う。本気で。届いてくれ、俺の声を。なんで顔バレぐらいでやめてる、お前。いざてめえやってみろよ、お前。めっちゃ嫌だからね。全然嫌だから。なんかさ、開き直っちゃえばできるんだよ。開き直っちゃえばできるけど、だってツアーズそういうキャラじゃないじゃん。そういう髪いじってごめんね。いじらない。はらませたらしいの。別にいいじゃん。なんかバレずに下ろせばいいじゃん。最悪。だって信者はツアーズのこと信じるだろう。いや、俺やってないっす。ってあのリクームみたいな顔して言ったら信じるだろう。リクームのモノマネしながら。乗り切れよ、なんとかそんなのは。おい、ミドロさん見習えよ。ミドロさん3人ぐらい下ろしてんじゃねえかよ。んで、お前、そんな自分のこと棚に上げて人の悪口言ってんだぞ、お前。いや、俺は、顔出さない方がいいっす。てめえ、顔出しうんのよ、な、女の子と、なんか傷つけ、な、女子供さ、そんな傷つけてるやつに俺人の悪口言われたくないんだけど。なんであんな偉そうなの？ちょっと。意味わかんねえよな。人のこと棚に上げてお前、あれすんじゃねえぞ。ツアーズのこと話したっつってんだから、リクームだかツアーなんか知らねえけど、興味ねえツアーズが死のうか、別に。あいつが公務員でな、あの懲戒解雇になろうが別に興味ねえんだよ。親が自殺しようが知らねえんだよ俺は。リクームとツアーズ興味ねえんだよ。自分のことしか興味ねえ。興味ねえだろうが別に。あいつの顔がブサイクだろうがリクームだろうがよ、興味なくねえか。何回ツアーズの話させんだよ。リクームと話してツアーズの話しねえよ。もうキンクなバーだだろうがよ。どんだけ気になってんだよみんな。お前ら興味ねえだろうが。もう今日何回してツアーズの話何回してんの。興味あるけどね。もう何回もし尽くしてるから。俺高校野球どこ応援するか決めてないんだよね。決めてないんだよね。ちょっと勘でくるわ。